さんご機嫌いかがでしょうか。本日の試合はフルンテープユナイテッド対横浜 F マリノス、埼玉スタジアム2002によりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。フルンテープユナイテッド対横浜 F マリノス、どういった立ち上がりになるんでしょうか。ゲディア、カンタチャイ、アルフテ、ここはファールです。ゲーム序盤、両チームともにシフトで終わるシーンはまだありません。15分が経過、前半です。まあまだ両チームとも積極性に欠けますよね、うん、これどっちが先に仕掛けるか注目ですね。そうですね。スルーパス、シュートに来た、ゴール！ F ・マリノス先制1対0。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。ギリギリのところを狙ってましたけど、打った本人は一瞬ヒヤッとしたかもしれませんよね。今シーズン2ゴール目です。先制ゴールが決まりました。1対0。この先制ゴールでメンタル的には非常に楽になると思いますね。前半33分、 F マリノス1点を先行しています。伊達を使います。ここはカットします。裏に味方を走らせる、シュートレンジです。ギリギリのところ抜けてきましたね。シュート、ゴール！ F マリノスリードを2点に広げます。今のはディフェンダー間にちょっとスペースできてしまいました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね、はい、ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。なるほど。今シーズン7ゴール目となります。さあ F マリノス、さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。距離ありますよね。どうする、マルティーニョス。そして今前半終了の笛が吹かれました。いや、先ほどの追加点もこのまま終わると思ったんですけどね。そうですね、このゴールは大きいですよね。この1点の持ちには大きくなってきそうですね。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。 F マリノス、前半は2対0という形、リードして折り返します。では後半見ていきましょう。いやー、面白いな。これはクリアします。ここで受ける、ここへ抜けてくる、味方を走らせる、これはつながりませんでした。裏のスペースに置きに行く、
ボールが抜ける。オフサイドかと思いましたけど、笛ありませんね。シュート、ゴール。さあ、このゴールであと1点というところまで来ました。流れるようなカウンター。今のは逆サイドよく見ていましたね。そうですね、非常にクレバーなサイドチェンジでしたね。相手に横の意識を持たせたことによって背後のケアがおろそかになってましたよね。ハンタちゃん、今シーズン初ゴール。さあ、あと1点です。この1点でどんどん出てってほしいですよね、はい、相手としては非常に受けに回る時間帯が増えてくると思いますね。なるほど。流れを止めます。関東軍がこの試合得点を挙げています。中東、グランダ製のシュート、バッテリーはいけなかったんですけどね、ちょっと抑えに効いたいいシュートだったと思いますね。ディフェンスいいですね。まだありますよ。 F マリノス1点失った状況で、七海さん、さらにこのまま詰められる流れにはしたくないところですよね。このゲームは次の1点が勝敗に大きく関わるでしょうね、うん、積極的にゴールに向かったチームがチャンスですよね。そうですね、次の1点どのように動くか注目ですね。後半の37分を回ったところ、F マリノス点差はわずかですが、このまま終われば勝ち点3を手にします。ヘッド、跳ね返ったところ、これはクリアします。ジャンタチャート、ここで前を向けるか、切り返して浮かせて裏を狙う。F マリノス、ここは最後試合が終わるまで集中したいところ。最後カウンターで1点ということもありますからね、まだ諦めずにいた方がいいですね。次ですよ、次。このパス越えるか、ボールを上げる。このボールがつながります。ヘッド、残ってますね。目いっぱいのクリアですね。中に入れてくる、ヘッド。ここで終了を告げる長い笛。2対1 F マリノス、主君のゴール、勝ち点3をものにしました。